ダッシュランは初ゲットだからね。うん、はい、よいしょ。だっドラゴスライムキラーマシン2。まあ普通だったらこれありえないよね。ドラゴン ×2 でさ、キラーマシン2なんて絶対できないよね。だから製品版ではまあできないんだろうね。うん、スカルガル、あーさまよう鎧、うわーさまよう、さまよわすか、さまよわすか、さ、さま、やっぱさま、さまよわそう、うん、さま、不屈の闘士、さまよう鎧、固有スキルだ。そうそう、固有スキルで思い出したけど、あの暴れ牛鳥もね、なんか暴れ牛鳥っていうあの固有スキルがあるんだよ。暴れ牛鳥だったね。暴れ牛鳥だった、これ背後相手。これこれ固有スキル、なんか、回し蹴りとかある。まあせっかくだしつけちゃおうか。じゃあこれと攻撃アップにする。炎とかいらないか。うん、いらないな、これでいこう。はい、なんかちょっとさまよう鎧のグラフィックがなんか丸くなったっていうか、可愛らしいね、可愛らしくなっちゃったね。なんかロンリー・ジョーもっと角張ってたと思う。あー、誰つれ、ちょっと誰外すんだ。これは腐った死体はちょっと無理だな。プリストナイト回復役なんだけど、まあいいや。オッケー、はい、ありがとうございます。じゃあ次のクエスト受けます。攻撃しないで、攻撃しないで、もう穴だらけだよキング。もう攻撃しないで。7件。あ、もう7件か。少ないな。各地に落ちている黄色い羽を集めてくることである。全部で3個集めてくるのである。はい。ちょ、集めてくる系はさ、正直、簡単っていうか、ただのお使いだからさ、もう、ちゃちゃっと行ってきます。はい。めっちゃ近いしな。もう自分で取りに行けよキング。本当に何でもかんでもね、何でもかんでも人がやってくる。はい、回収完了、帰還します。こんな羽ぐらい自分取りに行けよお前。はい、1個。次、じゃあそろそろアークデーモンを倒してこい的なやつが出そう。いや、あれラストかな、ラスト臭いな。南西にいるドラゴンを倒すことである。巨大で手強い魔物であるが、見事倒したら世の元に戻ってくるのだ。来たね、来たね、これドラゴンだよドラゴン。やっとやっと楽しい戦いができそうだ。行こうか。南西、退屈させないでくれよドラゴン。南西は下だ、下下下のこっち端っこか。よし行こう。これ乗ったら、それ乗ったらやばいかな、これ乗ったらやばい、これ乗ったら早い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 。いやー、ちょちょちょ、あった、いたいた、でけえでけえこいつ。これ3マスだな、3マス。
強大な力を持つドラゴン。どこからやってきたのか不明。空中からさ、空中から攻撃してやろうと思ったのに。指定された討伐対象、はい、いけるかな。いや、いけるわ。いけなくても行くんだよ、うん、どうしよう。作戦変更、とりあえずガンガンにしといて。怖いなーけど、メンバー変えとく？ちょっとメンバー変えよう。なんで鎧連れてきちゃったかな。いやー、このメンバーこれでいこう。門墳だな。まず門墳使って。あ、弱点じゃん。うわ、弱点ついてんじゃん。いいね。じゃあこうでスクルト、あ、これでいい。整いました。スクルと防御上げてマテリアルバーン57。いやー、勝ったなこれ。あー、勝ったなこれは。おい、モンスターじゃない、ドラゴンちゃん。もうちょっとさ、もうちょっと戦いがいのあるやつだと思っていたけど、そうでもなさそうだな。期待外れだな今回も。これさ、自分スクルトからのマテリアルバーンで攻撃ってめっちゃいい流れじゃない？これ普通にめっちゃいい流れこれ。けどもうスクルト2枚貼っちゃったから、テンション攻撃。あ、けどそうなるとスクルトだから、そういう補助呪文系をいっぱい持っときゃなんか良さげだね。条約層、こう攻撃でいいや。そろそろ落ちるんじゃない？はっ、よし、さまよう鎧だね。レベル1だからな。うん、よし帰ろう。ほい、もうじゃあ刺しちゃいかん。はい、このキングってさ、新モンスターかな。てかノチョーラってさ、出てくんのかな、捕まえてんのかな。いらんけどね、うん、キモいしさ、なんか足長いしさ、なんかこいつらなんかバランス悪いよね。うん、バランスが悪いな、なんか。クエストください。5件。南西にいるアークデモンスカウトか。はい、これ1匹持ってるからちょっと難易度上がっちゃってるよな。まあ仕方ないか。はい、スキルの種使っちゃうか、使っちゃうかな。今、まあ今使うとしたら、やっぱイオラ、いやー、バカ、それは違う。アタックカンタまでは持っていけないもんな。ギガブレイクとかいいね。ギガブレイクいいな。ギガブレイク見たいな。
パイルハンマー、パイルハンマー、パイルハンマーなんかあんまそそられないな、ギガブレイクだなやっぱり。ちょっとスキル振っとくか、魔人斬りまで。ルカニあとちょっとで、あと4ポイント。まあとりあえず行ってみよう。でその倒せないとかスカウトできそうにないとかいうもう究極のピンチの時に超スキルの種を使って打開しよう。使わずに終わっちゃうってのは一番あれだけども、いやアークデーモンがここでスカウトしてこいって言われるぐらいだから、まだ上はいる。うん、そのラスクエに、なんか、出るよ。ラスクエの予想しようか。ラスクエの。ラスクエ予想します。ラスクエ予想。我を倒し、スカウトしてみるのである。とかかな。キングとの対決か？いや、あるな、それ。あるわ。キングとの、あれ？あー！あ、そうだ、上だった。上だ。スカウトだよな、スカウトだよな。作戦変更。預かり所、あれか、あ、え、おめ、え、何、おめでとうございます。9パーティー分登録。あー、なるほどね。うん、てかここでメンバー編成できるんだ。これ体験版だけかな。体験版だけ臭いか。実際ここで編成できちゃったらさ、もう全員連れて行ってるようなもんだもんね。え、できんの？できるんだったらさ、できるで。それはそれで嬉しいんだけどね。よし、行こうか。アークレーモンちゃん、久しいな。一回負けたよね、普通に。普通に負けたんよな、一回。全滅させられてっから、こっちは。道具。タンバリン。スカウトだもんな、スカウト。バイキルミンが一個しかない。とりあえずテンション上げてくれ。耐えれるよな、耐えてね。耐えれるよな、2発は耐えれる。2発は耐えれる。道具。ちょっと薬草でちまちま回復しながら行こう。イオでもいい。撃て。イオだったら悪でも効かないから。テンション。あ、違う。命令しなくていい。道具で薬草でキラマはもう防御。よし、 HP ちょっと低いね。よっ、余裕。よし、でテンションで防御で道具バイキルミンをキラマ。テンション100。よし、燻製肉
スカーフ、おしげ。いや、燻製あげなきゃ多分きついと思う。これ100いかないでしょだよね。あー、けどこれで100いく。よし、あ、これはまあ一緒な。気力吸収ガードってのがついてるね。気力吸収ガード、魔法トラ系かのレベル。レベルは、あ、レベルそんな高くない。12だ。でんでん、じゃあめっちゃ強かったね。でんでん竜、あいつ最初からレベル20やったからな。よし、帰って配合しよう。アークデーモンを媒体とした配合ができる。これで作ったアークデーモンは体験版仕様でちょっと配合もできないけど、捕まえたアークデーモンならアークデーモンを元として配合が可能になるという。やろう。